茨城県立三戸第一高等学校、附属中学校は、茨城県三戸市三の丸三丁目にある、男女共学の県立高等学校、中学校。高等学校は普通科全日制のみ、2005年から単位制を導入している。1878年に、茨城市藩学校の予備学科として設置された。近代の学校制度下で設置された。 高等学校としては、県内最古の高等学校である。明治期に、幾度かの解消を行い、1901年以降は、茨城県立三戸中学校となる。1948年に、学生改革を迎え、新生高等学校への改祖などにより、現在の、茨城県立三戸第一高等学校が成立。当初は、 全日制の家庭と通信による教育を行っていたが、1975年に通信制は廃止された。2021年に付属中学校が開校した。私服通学に象徴される自由な興奮。敷地は、水戸城の旧本丸跡地に立地しており、水戸城では唯一現存する建築物である薬衣門が校内に移築されている。 全校生徒が一昼夜かけて70キロを歩き切る、歩く会が、名物行事である。奥久慈コース、筑波コース、東海コースの3つのコースがある。オ温田陸の小説であり、演劇や映画化された夜のピクニックのモデルになっている。ほとんどの卒業生が進学を希望する。進学先は、関東圏及び東北の大学が中心で、2014年度は、 延べで二百二十五名が国公立大学に七百五十四名が私立大学に合格した。大学別では県内の筑波大学が三十一名、東京大学が十九名、慶応義塾大学が二十五名、早稲田大学が八十一名などの合格数となっている。水戸市周辺では一校の通称で呼ばれているが県内各地に一校が存在するため、 水戸市周辺以外では、水戸市公や、水一などと呼び区別される。これらの他に、水高の略称が用いられることがあり、公式野球部の応援の際に披露される。応援団の演目に、水高サンバ、ダッシュ水光といった名前のものがあるほか、口述の第二硬歌の歌詞の中にも登場する。 ただし本校関係者においても、水高の略称は、野球応援など限られた場面以外では使用しないことが多く、また、水高が同じく、水戸市内にある県立水戸工業高校を指す、一般的な通称、水高と同音であることから、本校関係者以外が特に本校を指して、水高と称することはない。なお、 水戸中学校時代の卒業生を中心に水中との故障が用いられることもある。水戸中学時代は天書体で縦書きされた中学の図案を交渉としていた。1947年夏、翌年に新生高校以降を控えた水戸中学では美術教師を中心に新交渉制定の準備が行われ、美術の授業の課題として生徒が図案を制作した。 生徒からは、旧生水戸校の校章に似た図案や水戸中学時代の校章、中学に似た図案、ローマ字を用いた図案なども寄せられ、検討を重ねた結果、水の文字を黄金分割に基づいて図案化したものが、新校章に決定した。1948年4月8日の始業式の、席上、校長は新校章を、創始商用遊園にある方になぞらえて披露した。 部活動も活発で、1992年には、クイズ研究同好会が、全国高等学校クイズ選手権で優勝している。公式野球部は、過去3回甲子園に出場。総部は1891年で、1896年10月17日に、宇都宮中といった試合は、旧制中学野球部同士の最初の対抗戦と、言われている。 水戸一高ホームページに載っている部活動一覧校内にある水戸城薬員門学校敷地の北西側に移築されている水戸城薬員門は安土桃山時代の様式で作られた水戸城の縄文であり1983年に茨城県指定文化財に指定されている明治以降は複数の所有者を経て移築を繰り返し現在は 茨城県教育委員会が管理を行っている。門に関して現存する資料は少なく、謎も多い建築物であると言われる。ありがとうございます。